呪いの館には行っちゃいけねえ、呪いの館には行っちゃいけねえ、くどいようだが行っちゃいけねえ、呪いの館には行っちゃいけねえ。それでも行くというのなら、俺を振り切り行くなら、呪いの顔に気をつけて今すぐ君を狙ってる。たまめ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 、やややチカチカチカブンチカチカチカブンチカチカチカ、終わらない。マタンゴというキノコは人に寄生いたします。あまねくすべての人がお庭にキノコを植えたら、キノコ人間になってしまった君の家のタマミちゃんが目立たなくなるからいいね。いいわ。おめかしをしてドレスを着せてパーティーにも連れて行けるからいいね。いいよね。いくら頭がよくったって可愛くったってキノコ人間じゃねえ。呪いの館には行っちゃいけねえ、呪いの館には行っちゃいけねえ、くどいようだが行っちゃいけねえ、呪いの館には行っちゃいけねえ。それでも行くというのなら、俺を振り切り行くなら、呪いの顔に気をつけて今すぐ君を狙ってる。マタンゴー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 、バタ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 星を振りまくよ。ようこそ王権縛り歌枠へ。ブレ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 、深夜俺はテレビを見ていた。やることもないからぼーっと見ていた。ザッピング成功者が褒められていた。あの人は軸がぶれてない、素敵。興味ねえやそう思って消したよ。もう寝るぜ明日からまたバイトだ。寝つけずに俺は漫画をめくった。グラビアのアイドル微笑んでいた。アスリートが私のタイプなのよ。彼だったら軸がぶれてない、素敵。わかったぜ報われぬそのわけ、人として俺軸がぶれてんだ。それならばいな俺もブレ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 まくって震えてるの分かんねえようにしてやれ。ずれるぜもうブレブレ人間でもきっと君がいた。
軸のブレを波動と考えろ。このブレが世界をもう変えるだろう。人も俺に気づかざるを得ない。今はただ震えて見えたってもう分かったぜ。報われるそのわけ、人として軸がぶれているのさ。ああ分かったぜ、震えてるそのわけ。誰からも支えられてないからさ居直るんだ。僕らはもうブレ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 まくって震えてるの分かんねえようにしてやれ。ずれるぜ、もうブレブレ人間でもきっと君に会えば変わる。私がいるよ気づいて。紙書き上げ図面引いて奇妙な話を熱く語った。あの男は狂っていた。本当に人を救う気でいた。ほらごらん、天使呼ぶための機械さ。これで消せる人の悲しみを空へ。今彼女が空へ向ける機械は誰にも愛されぬ彼の思い出。彼女だけが一人男ありがとうございました。改めまして王権縛り歌枠へようこそ。ハイジョージ上力一でございます。
ちょっと今音響を一瞬ね、何かが途切れたかもしれませんが、なんとなくノリと勢いで歌ってみましたが、いかがでしたかと問うならば、いかがだったでしょうかね。ありがとうございます、非常にこの王権ね、長くね、もう30年40年とこうやっていってるベテランの方なんで、もうこのノリをそのまま輸入してしまおうじゃないかという、今日ありますんでね、お分かるよ力ちゃん、王権のあれだね、金賞のあれだねっていう、それで分かる方はぜひどんどんコメントをしてください。分からない人もノリでなんとなくやっていってください、というわけで、まあ本当にまあ本当に大月健二さんすごい好きだというのは、本当にデビューしてからずっと言い続け、ね、配信上でも歌枠をやったりありました。今まで2回ありましたね。で、まあ節目節目のイベントであったりでね、毎回大体歌ってますよね。両国でリンゴもぎれビームがあって、ね、それから 3D のお披露目でも金賞のペテンという曲を歌いまして、あとレアなところで言うとハッピーアワーリリリでやった時3人で空想ルンバ歌ったりとかも実はあったり、あとはまあ虹ロックでね、それこそサンフランシスコというね、まあ、サーカスがモチーフの曲をやったり、ね、デロンさんと一緒になる時は大体こう絶望少女たちの曲をね、絶望遊戯だったりニートズリだったり、本当にねもうたくさんやってんなという中で、こうやって今回改めてね、ダムのカラオケの機材を使わせていただきまして、金賞、それから特撮、その他、ね、王権の生んだ楽曲、王権の歌う楽曲をどんどんやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします、ね、まあ、本当にね、カラオケで配信されてるから、まあ、限られてはいるんだけども、それでもすごい選択肢が多いんで、なんだいリキちゃん、これが入ってないじゃないかはあるかもしれないし、でも多分これ歌わねえかなって思うやつ1個はあると思うんでね、よければ最後までお付き合いください。ではさっきちょっとね、コール&レスポンスのノリの話をしたんで、ちょっと今日ですね、予定していた有名なところをギュッと集めたメドレーみたいな曲がね、ちょっと諸事情により歌えなくなってしまったんで、せっかくなんで代わりと言ってはなんですが、ちょっとコール&レスポンス分かる人でやってみましょうかね、金賞のやってみましょうか。準備はよろしいでしょうかね。行きましょうか。はい。日本をインドに、すると知ってしまえが帰ってきますね。今ねちょっと遅れて入ってきます。そろそろ来るかな。あらあら、知ってしまえ、そうでございますね。俺にカレーを食わせろ、俺はいつでも辛さにこだわるぜ。はい、さあここでね、3択クイズですね。3個全部違うからね、どれが来るかな。俺もちょっと怪しいぞ。サモサ、正解です。インド料理ですね、サモサ。ここでいきます、ね、こういうのはございますから ね。ダメ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 人間ダメ。ここでみんなで X ジャパンみたいに両手をダメにしてジャンプをする。ダメ人間、ダメ人間、人間。はい、やってください、ぜひ ね。もう今家でね、誰もいない空間で部屋かなんかで一人で見てる人はね、もう全てを忘れてでかい声を出してもらえればと思いますんで、よろしくお願いいたします。本当に一人じゃ絶対にカバーできない、それこそその、ね、バンドメンバーが王権の後ろを支えるような曲がたくさんありますし、最近はあんまりできてないっぽいですけども、お客さんと一緒にわっと歌うような部分たくさんあるんで、ぜひぜひコメントよろしくお願いいたします、ね、ちなみにハッシュタグもね、一応ね、王権歌枠っていう、もうそのまんまのやつをね、ちょっと照れながらやってるんでね、こちらでツイート等もしていただければと思います。さあといったところで次の曲に参りましょう、次の曲もまあちょっと皆さんでね、わからないなりに、カラオケって大体そうでしょ、わからないなりに乗ってみようということでございますね。はい、それでは次の曲お願いします。行ってみましょう。これ非常にね好きな曲でね、ベスト10くらいに僕個人的に入るんですが、皆さんはいかがでしょうか。それでは参りましょう。ちなみに王権は大月健二の役です。参ります。こっくりさんに聞かねえと俺は何にもわかんねえんだ。ソウルこっくりさん、ソウル
しかねえ。人生の意味さえも俺には本当にわからねえ。生きるとは何なのさ、教えてくれるかコンクリさん。教えてくれるかコンクリさん。この指に願いを込めて問いかけたけれど何も答えず、それなのにお帰りにならない。そして僕はまた途方に暮れる。生きることに君が怯え
ありがとうございます。さあ続いては最近復活が告げられたあのコラボから一曲いきたいと思います。よろしくお願いいたします。カタカナ3文字思いっきりコメントをしてください。退屈な日々は地獄でも開かねえかな。あ、開いたアロハへ。 Welcome to the dark side。 ごきげんようアロハ、黙示録の時代、暗黒と聞いては僕たちが出る幕。獣の道を修羅の場面をかいくぐりきたこの顔見ろよ。ロコモコでも食べるかい、意外にいける味だぜ。案外分かり合えるぜ。だって We are your dark side。私じゃないのさ、一人一人の胸にエデンの園はあるんだ。地獄の淵を奈落の底を垣間見てきたその声聞けよ。サンゴ礁が濡れる、カメハメハは踊る、青い海をさらば。Welcome to the dark side。 アロハ、ご一緒にアロハアロハオーウェイ。
道は地獄。アロハ天国、アロハ地獄、アロハ天国、アロハ地獄、地獄のアロハ、地獄のアロハ。アロハ。おありがとうございました。ソウルコックリさん、カナ頭を良くしてあげよう、そして筋肉少女隊人間椅子の地獄のアロハでした。いい曲でした ね渋谷の公会堂に筋肉少女隊人間椅子のライブを直で見に行って、これをね浴びた時は本当感動しました ね最前列でね、あのアロハのマダムがメンバーにねフラダンスで念を送ってました。いやー、いいもの見ましたね本当にね。というわけでね、なかなか結構好きな曲からもう順番に歌ってるような、そんな感じでやってきておりますが、皆さんいかがでしょうか。ありがとうございます。まあ結構ねちょくちょくあの配信の終わり際とかでね、もう一回歌ったかなみたいな曲もあるんですけれどもね、あのかな頭を良くしてあげようで言うと、このカナの入ってる曲の、ね、CD を取り込んで、あのデータを、ね、パソコンで整理するんですけども、家業にないんですよね。カナ頭を良くしてあげようという、こんないい曲がどこに行ったんだと思って探したら、作業の真ん中くらいにあって、王権が見てるちょっと待って、こんなカナの話をありがとうございます。そうなんですよね、まあ、両国の時にね、すでにね、もう王権さん、王権さんっていうのすごいあるんですけども、王権さん反応というかね、リンゴもぎれビーム、ね、やったねっていう風に言ってもらえて、それで浮き足立って、でそっから、まあ、あの月の水戸さんのねあれもありまして、実はもうなんて言うんだろうね、本当に後ろから肩叩かれるってこういうあれなんでしょうね、本当にね驚きましたけれどもね、はい、皆さんぜひね、あの私に代わってちょっとご挨拶をしておいてください。本当にありがとうございます、ね、まあ、カナの話に戻っていいでしょうかね、平常心なんで、ね、それで何でか知らんけど、カナが作業にあって振り仮名を調べたら、あのシャンツァイありがとうございます。コメントをいただいてますか、ひょっとして。もう今完全にね、あのちょっと目がかすみ気味になってますからね。そう、ご本人登場の流れでね、ありがとうございます。すごいこと、すごい時代になりましたね。驚いちゃってね、こうなるとね、ちょっとこう声が小さくなったりならないように頑張ります。まだまだ参りましょう。ちょっとね、MC はすっ飛ばして、それではここからはね、特撮いきます。前はね、あの金賞特撮縛りやりますっていう風にやると、告知をすると、あのリプライで、あの大レンジャー歌ってくださいとか、そっちの特撮が来るようになったんで、今回はちょっとね、やぼったいけど特撮かっこバンドという風にきちんと表記をした上でやってまいりました。龍拳堂はまたいずれ、あの特撮、本当 あっちの特撮カラオケでやると思うんで待っててください、龍拳堂はね。というわけで特撮バンドの方に行きますんで、ちょっと切り替えてもらってよろしいでしょうか。はい、では参りましょう。では特撮ゾーン参ります。お願いします。抑圧を、現実を、
繰り返し答えるぜ。不条理を余儀なくされ去りとても諦める、頭なく無謀にもやり返す、反逆を余儀なくされせざるを得ない。余儀なくされ、余儀なくされ、余儀なくされ、余儀なくされせざるを得ない。余儀なくされ、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 余儀なくされせざるを得ない。アジテンションを、賛成を、集結を、団結を、計画を、ゲバルトを、正面突破、余儀なくされ、いざ開戦を、結構を、さりとても多勢に無勢、ガンガンに殴られて、ふざけるじゃねえよ、動物じゃねえんだよ。抑圧を、現実を、元戻り、繰り返し、不条理を余儀なくされ、まあしゃあないな、人生こんなもんだよねと思う、妥協点見つけて生きてがそこそこだよねと思う、そういうもんじゃない、そうかな、絶対違うか、違う、違うぜ、絶対さりとても諦める、頭なく無謀にもまたやり返す、また反逆を余儀なくされせざるを得ない。余儀なくされ、余儀なくされ、余儀なくされ、余儀なくされせざるを得ない。余儀なくされ、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 余儀なくされせざるを得ない。余儀なくされ、余儀なくされ、余儀なくされ、なじられパクられボラれやられ、もう余儀なくされせざるを得ない。暴かれ盗まれ蹴られ撃たれ、ナンシー、ただ恋人に恋人に、泣き者に泣き者、真っ白な毛糸のボールの中から赤色を探してた、輝き続け
ツジ甘つさえ出会い34歳独身、ぬいぐるみのボースカと二人暮らし、ミュージシャンで作家。どうしてもっと人の心を動かすものを俺は書けないんだろう。いつも悩んでいる。悩んで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 、辛い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 な。僕ボースカ、王権の代わりに書いてあげるよ。本当かい？やめてしまおう、チェンジボスカ。逃げてしまおう、チェンジボスカ。死んでしまおう、チェンジボスカ。誰か代わって、僕が代わるよ。生まれ譲る悩み、頼む書いてボスカ、書いて代わりボスカに締め切り任せ。来たぜジャマイカレゲエじゃないか、ガンジャ黙々決めよじゃないか、なんだこの世は天国じゃないか。ちょっと東京に国際電話、もしもしボスか辛いだろうな。もしもし王権とんでもないよ、ガンガン小説たくさん書いたよ。江戸川乱歩の続編書いた、太宰治の続編書いた、新約聖書の続編書いた、そしたら文学賞をもらった。直木賞だ、芥川賞だ、ノーベル文学賞だ。俺の代わりに認めたくない、ぬいぐるみが許したくない。出世したよ、認めたくない、認めたくない、許したくない。生まれ譲る悩み、なぜだ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 ボスか。冒険こっぽり出して、来たぜ銀座だ豪華じゃないか、ドンペリゴクゴクのもうじゃないか。やっぱりこの世は天国じゃないか。ちょっとジャマイカ国際電話、もしもし王権調子はどうだい。もしもしボスか、こちらは留守電、今から銃持って殺しに行くぞ。お前の成功認めはせぬぞ、俺より才能許しはせぬぞ。今から銃持って殺しに行くぞ、今から銃持って聞いた聞いたぜ。ああ
ゃってますよ。どうしたの、怖い顔されて。何持ってるの。王権くんじゃないか。何やってるんだ君は。うわあ、いや、何が欲しいんだ。金か。金ならくれてやる。文学賞かね。直木賞でも芥川賞でもくれてやる。ノーベル文学賞だって持っていけ。痛い、痛いよ。僕ボスカ、王権は警官に撃たれて死んだ。バカだな王権は。全ての創作者の仕事はいかに人の心を動かすかだって、人気とか名声とかお金ではないんだ。感動を与える分自分が苦しいのは神の与えた運命で、耐え忍んでいかざるを得ない。お前の苦しみが誰かの喜びに変わるんだ。やり遂げたまえ。少年探偵団はその後同性愛者の共和国を作った。人間は合格した。神様は誰かの苦しみが誰かの喜びになる身代わりプログラムをこの世界に設定した。 I wanna be a dog. I wanna be a god. 切かされたように話してる、語る君の物語は、行ったことない異国で君が恋をしたり楽になったり、聞いたふりさえ長くもなると、君の上の空を見てた。雲のゆりかご、すっぽかされたように泣いていた、あの日君の作り話。誰もいない世界の中で、人と話し共になったと。夏はいざなう、ほほえむ人と夢で出会い、振り向いてまだ笑ってくれてたら、手を振れよ、あがなうな。ロコ思うままに生きてごらんよ、足はもつれさせていいさ。しても「やりきれなくてもいいことしかないさ」
どこまで夜なのだろうか。シャララ、空中へと落ちた。さあ天がいい、涙こぼれても傷つく時にもいいことしかないさ。ロコ、生きるままに歩いてごらんよ。足はもつれさせていいさ。悲しくなっても何があってもいいことしかないさ。いいことしかなかった。ありがとうございました、余儀なくされ殺人文豪ボースカ、ロコ思うままに4曲特撮お聴きいただきました。ありがとうございます。ね、皆さん分かったでしょ。ご本人がもしかしたら見に来てくれるかもみたいな期待を1ミリでもしてたら絶対に文豪ボースカは入れないと思うんだ俺は。いやでもね、まだ俺が何者でもない、全然何にもしてないような頃にそれでも文豪ボースカーを聞いてもう打ち震えて膝を抱えてしまうようなね、本当にそういう曲でございましたね。サブカルで食うっていうね、あと王権の本をね買って読んでうーんって言ったりした、そんな時期もございましたけれどもね。絶望少女たちとか絶望先生関連の楽曲とかはこの特撮っていうバンドのチームで基本的には作って演奏してというのがあるんで、ね、もう本当にやっぱりその絶望先生のねでテーマ曲たちも本当にいいんですけど、特撮すごい幅広く、ね、今このたった4曲で伝わったら嬉しいなと思うんですけどもね、すごいいろんな幅広い曲やってるんでぜひ皆さんね聴いてみてほしいですね。ありがとうございました。さあだいたいこれで半分くらいですがね、もういろんな意味でね声がだんだん枯れてまいりましたけれども、まあこっからね、じゃあちょっと一旦ステージを戻しましてね、ここからはあれですね、フーミンの時間というやつをやらせてもらおうと思います、ね、非常にねやはりもうこっからはガッと皆さんの心をね掴むような曲がまだまだ来ますんでね、でもコール&レスポンスは忘れずにどんどんねコメントを打ってください、よろしくお願いいたします。それではお願いします。流星の雨が降り注ぐ、トリフィドの日がついに来た。二人だけは生き抜く。植物に食らわれた街、あなたと私だけ残る。トリフィドの幹に駆け上り、そして星座まで行けるよ。小説の通りに人々は食べられ、逃げ方を誰にも教えなかったのは、だってあなたを残してどいつもいらない。流星トリフィズ
だけは生き抜く植物に食らわれた街あなたと私だけ残るトリピドの幹に駆け上りそして星座まで行けるよ星々が降るよは目を塞いで泣くじゃトリフィドに囚われないよそんなこと絶対二人以外に教えやしないさ流星トリフィズ友達なんかは作らずに変な本ばかり読んでたあなたと出会い恋して世界からはこぼれたけど流星の雨に紛れトリピドの幹に駆け上りそして宇宙まで行けるわあなたの歌う言葉が何にも変わってないのはああ私はあなたそのもの心凍らせろ目を伏せろ
あのね、私たち好きな人にもう一度会うため歩いただけよ。死者に悲しみはないから、打ちまくれ罪の意識はひとときだ、気の迷いさ、あのね、私たち好きな人の肌に触れるため歩いただけよ。悲しみから逃れるために少年は舞台に志願した。おそらく神の気まぐれであの世から蘇った14歳から16歳までの少女たち、歩き回る屍を鋼鉄の銃弾でもう一度闇に返し始末するため、舞台の規律は厳しく右向け右、わずかな心の揺らめきも許されなかった。少年にはかえってそれが心地よかった。このまま何も考えずただ少女たちを始末してさえいればそれで俺の一生は OK だ。もう誰も失うこともない。それはとても楽なことだから、きっと楽な生き方だから。ある日少年は屍の中に恋人を見つける。私たち好きな人にもう一度会うため歩いただけよ。でもね、許されないのならばどうぞめちゃくちゃにしてほしいな。だって私は好きな人が血まみれだ。リセットなんかじゃなく振り出しに戻れ。あなたと恋したあの日まで何コマ戻りゃいい。二人は愛のゾロ目。時の闇に消えることもある。
ぞろ目だが設定ランダムで行きたい過去とは限らない、ただリスクはつきものさ、ダイス振る旅の時期へ大好きだよ君が初めてさ、 優雅僕の歌を全て君にやるよ。どうも俺は長く生きてけないような気がするから、だから全てやるよ。寂しくて寂しくていざ酔いの闇の空で泣ける僕はセラピストにも月一度は会うし、薬は常備3種類、君のスカートにポケットはあるか、あるならほら手出してごらん、人を救うはずなのに自分さえ救えやしない、俺のさ歌だよ、大好きだよ君が、臭くもないよ僕の歌を全て君にやるよ。どうも俺は長く生きてけないような気がするから、だから全てやるよ。ああ
子供たちは生き絶える時に童謡を歌うと聞くぜ。君のスカートにポケットはあるか、あるならほら手出してごらん。君のソックスは折り返せるだろう、だったらほら挟んでごらん。人を救うはずなのに自分さえ救えやしない。人のさ心さ大好きだよ。君が初めてさ言うが、僕の歌を全て君にやるよ。どうも俺は長く生きてけないような気がするから、だから全てやるよ。お前の声ならこの先いつまでも歌えるだろう。夜間飛行の速さでいざ酔いの闇の空を流れゆけよ。君が照れくさくもないよ。俺の歌を全て君にやるよ。どうも人は長く生きてけないような気がするから、だから全てやるよ。ありがとうございました、吉高さんの曲4曲ぶっ通しで、ね、非常にね気持ちが入ってしまいました。ありがとうございます。最初の曲何でしたっけ、ちょっとど忘れしちゃった。そうですね、トリフィドですね、最初ね、トリフィドの日が来ても2人だけは生き抜く、そして再殺舞台ゾロ目、僕の歌をすべて君にやるというね、もうライブだとしても鉄板の並びだと思います。やっぱトリフィドはすごいねリクエストが多いなっていうのがありましてね。いやいや、あと前にやった歌枠で再殺舞台からのリテイクトゥルーロマンスっていう流れは、まあ、アカペラなんですけど一回やったんで、今回はちょっとだけひねって再殺舞台からゾロ目の流れはどうでしょうっていうね。やっぱもうなんていうの、曲を組み合わせて君だけの物語を作ろうみたいなそんな楽しみ方も ねカセットや MD でやってきたんじゃないですか皆さんという、ね、ありました。あと虹ロックで、サンフランシスコをやった時にね、加賀美社長がサンフランシスコがすごくいい曲ですねと言っていただけて、でそれからSpotify 的なあれで調べて結構聴いていただいたみたいで、それで僕の歌をすべて君にやる、これいい、これ良くないですかって本当に言ってたからそういうねちょっとした思い出もあったりしまして、でも非常に好きですね僕の歌をすべて君にやる。僕アルバムだとねキラキラと輝くものっていう、ね、なんて言うんだろうね、90年代後期の金賞のアルバムが好きで、で、サンフランシスコっていうその後ベスト的なものも出まして、今回サムネはそのジャケットのパロディでね、でギターは VTuber だからフライング V を持とうっていう風にしたんですけれども、ね、非常にそういうところでね思い出、いろんなところでこう思い出ができて、ね、そして今日もまたとんでもない思い出ができていくのかななんていうねエモい感じにまとめつつも、ここからはまだちょっとガラッと毛色を変えて、まあもう常に皆さんがもうコメントを
でコールを打ち続けるようなそんな感じで、ラストスパート盛り上がって参りたいと思いますんでよろしくお願いします。参りましょう。昔ある歌手は遠くへ行きたいと歌って喝采を浴びたが、遠くへ逃げたいと歌う僕をシスターストロベリーは恥じているようだった。Power!
パウワン、キノコパウワン、キノコパウワン、キノコパウワン。
人は裸で生まれた時は誰も愛され同じなはずがどうしてなのだ生きていくうち定めは分かれむごいくらいだ人の目見たり見れなかったり恋を知ったり知れなかったりそれなら僕はいっそなりたい死ぬまでベイビー赤ちゃん人間あーなんて可愛いベイビー愛したくなるわ彼女抱いた赤子実は赤ちゃん人間あどけなさの裏で穴場ホクソ M のさ君もなれよ楽でいいぜベイビーヒューマンアババアババ踊れ増やせ世界制覇だロシアをカナダをインドも思うだけなら王様なのに見つめていれば恋人なのにどうしてなのだ現実なんだ真実でさえ必要なのか笑いさざめくふりしてみても無理があるねと言われた日には僕はなるのさそれしかないぜ死ぬまでベイビー赤ちゃん人間あーなんて賢いベイビー大物になるわ彼女抱いた赤子なんと赤ちゃん人間隠れ身の赤いおべべカモフラージュさバイト仕事ないぜいいぜベイビーヒューマンアババアババ踊れ増やせ地球この手にチャイナをユーロをトルコも次の曲はみんなの力がないともうどうしようもない曲です。よろしくお願いします。戦え何を人生を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 才能をかけたやつがいた彼の人生は退屈だと分け合って人はやめ明かりがつくように気づいた何をって言って戦え人生を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 戦え何を人生を
べき人は遠い町にリュックサックに子猫を詰めて潜水艦のように夜を急ぐ16の頭で闇を泳ぐ胸に秘めた言葉はいや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 はいすみません戦えと言ったら何をとコメントをください人生をと答えます家で聞いてる人はでかい声で何をと言ってください電車の中でこっそり言ってる人は声は出さなくていいマスクの向こう側でちょっとだけ口パクしてください戦え何を人生を一人でやってたら絶対にどっかでパンクします皆さんの力が必要です戦わせてください国道だもうすぐさ真っ赤な車通り過ぎるかわそうとして倒れた大丈夫と声をかけられた腕を洗い羽根を切って振り返らずこれを急いでますから戦え人生を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 戦え何を人生を戦え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 何を人生を戦え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 何を人生を戦え何を人生を戦え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 人生を人生を戦え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 何を人生を戦え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  キノコパワー暴いて親りを取るバッキー踊る赤ちゃん人間そして戦え何を人生をご協力まずありがとうございます、4曲続けて、ね、甲高い声を発し赤ちゃんだったりドルバッキーだったりリュックサックに子猫は合計3匹詰めましたありがとうございますだんだんボースカとかドルバッキーとかこう王権が憑依する時があるわけですけれどもなんとなくこの力一のやってくるスタイルに影響があるんだなっていうのを伝わってくれたらすごい嬉しいなと思いますありがとうございますねいやちょっとねちょっとあともう2曲で終わりです、ね、その前にちょっと喉を休ませつつの MC でございますけれどもねいや本当になんというかね王権氏なんて呼んだりのね大月さんっていうのもいきなり違うしさUFO 否定派みたいになっちゃうから、ね、本当に、まあ、敬意を込めて、ね、
ジョン・レノンと同じ感じで王権と、まあ、呼びますね。本当王権がまさか見に来てくれるとはっていうのも本当にあったりでね、なんかそれで不思議となんか萎縮するというわけでもなく、むしろちゃんとやらなきゃみたいな、下手なもんやんないようにみたいな感じでやってったら、今カスカスなんですけれどもね、ありがとうございます。いやー本当ね、驚きましたね。なんでしょうね、本当にまあなんか非常におこがましいっちゃおこがましいんですけど、そのね縛りの歌枠をね、平沢進むとかでもそうですけれどもね、こっからなんか入り口で入ってくれたら嬉しいなみたいなことはちょっとね、まあ思いながらね、沼のほとりまでは案内しようじゃないかみたいなところがありまして、で今回このカラオケダムもね、すごい桶がしっかりしていてめちゃくちゃ乗れたし、でコメントを見ててもやっぱり桶がちゃんとしてる、ギターがすごいっていうのもありましたんで、ただやっぱりまあこれは当然なんですけども、本家はすごいよ、もっとね本当にすごいですから、本当にぜひね原曲当たりに行ってください。で今は配信等でもかなりあると思いますんでね、よろしくお願いいたします、ね。まあ多分今後も節目節目というかね、ずっと VTuber とかこうやって前に出る限りはね、ちょっとこう王権の懐を曲がりして、歌を歌ったりっていうのはあるんじゃないかと思いますね。まだあの曲やってないじゃない、リキちゃんってたくさんあると思います。俺も皆さんの立場だったら、あれもねこれもね、バントラインはどうしたの、バントラインで子猫詰めようよとかね、くるくる少女とかやんないのとかね、あると思うんですけれどもね、正直言うと今回の瀬戸利を組んでる間にもう1回分は間違いなくあったんですよ。なんでね、またどこかでね、王権縛り歌枠は、またカラオケを使ってねの第2弾はやれたらいいなというふうに思っておりました。さあ残り2曲ね、歌わせていただきますんでよろしくお願いいたします、ね、声が枯れっぱなしだったらごめんなさい、その時は皆さんで歌ってください、よろしくお願いいたします。それではラスト2曲参ります。植物園で倒れ泣き崩れちゃっても、君は綺麗だな、血みどろになっても綺麗だ。泣き疲れた君と真夜中植物園に忍び込んだ、君は嬉しくなっちゃってはしゃぎ回る、まるで子猫、僕たちのやりきれなさが誰にわかるものか、それでも君の可愛さを伝えるためだけに僕の人生がある、綺麗だ植物園で倒れ泣き崩れちゃっても、君は綺麗だな、血みどろになっても、ミルクドレスがいいね、血の赤に冴えるね、寂しい魂は夜の花を照らし綺麗だ。抱き上げるけど気にしなくていい、血みどろだってね君は綺麗だ、僕のシャツはさ
しらけてるから、君の体からの赤はちょうどいいくらいの模様さ。バラ園に着いたらここ青入れてあげよう、血を拭いてあげよう、涙も拭いてあげよう、君のことは大体わかっているからさ、誰も言わなくても血みどろになっても綺麗だ。夜が明けるまではしゃぎ回っていていいよね。悲しみは植物の中でやがてドロリドロリと溶けていった。私は今自分がとても綺麗だと思う。姉の女の子と植物園に行った。やるせない娘で優しく美しかったが、誰もそれに気づいてはいない。気づくものか、分かるものか、分かってたまるものか。だがお前だけは分かってあげなさい。お前が悲しみにあるとき、彼女は喜びにある。春の夜の人のいない伽藍の底にシンメトリーに双子の少女がいて、遊びとは言えない殺し合いのようなキャッチボールをしている。ぶつけ合っては血の色の泣き笑いの双子の野球だ。その姉のギリギリの思いを、怒りを、やるせなさを、お前がなぜ人に伝えないというのか、このバカ野郎。俗世間に飲まれたか。伝えろ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 。お前が人に本当に伝えたいことだけを、お前は今から彼女の綺麗な魂のみを伝えたらいいじゃないか。大丈夫だ、君ならできる。世界は伝道師よ、世界は遊びとは言えない殺し合いのようなキャッチボールなんだ。伝道師よ、世界は遊びとは言えない殺し合いのようなキャッチボールなんだ。夜が明けるまではしゃぎ回っていていいよ。悲しみは植物の中でやがてどろりどろりと溶けていった。私は今自分がとても綺麗だと思う。双子の姉の女の子と植物園に行った。やるせない娘で優しく美しかった。誰もそれに気づいてはいない。気づくものか、分かるものか、分かってたまるか。だがお前だけは分かってあげなさい。お前が悲しみにあるとき、彼女は喜びにある。春の夜の人のいない伽藍の底に、シンメトリーに双子の少女がいて、遊びとは言えない殺し合いのようなキャッチボール。聞いてくださってありがとうございました。改めて大月健二さん、本当にありがとうございます。そして今日初めて私を見た金賞ファンの特撮ファンの皆さん、多めに見てね。丘の上で一人座って古ぼけた娘が、丘の上で一人座って街を見下ろす。その横で忙しげにアンテナ売りが、娘が頼む仕事のために商品の組み立て、結構いい人だったから恋してあげてもよかった。結構いい人だったから好きになってもよかった。ドロロのノースウェイ、ドロロのノースウェイ。アンテナはその街の博物館の屋根に、娘はそこの持ち主の成金の孫で、年は重視でおしゃべりすぎてだけど可愛くって、アンテナ売りが落ちてきたら受け止めてあげるよ。結構いい人だったから恋してあげてもよかった。結構いい人だったから好きになってもよかった。せーの
とろろの脳髄です。今日初めて金賞に触れた方、覚えて帰ってください。とろろの脳髄、脳髄に刻み込んで帰ってください。釈迦はいい人だったから、ドロロの脳髄、ドロロの脳髄、足が滑りアンテナ売りは屋根から落ちる、シャラララシャカシャカ待ち構えてた娘の上に音を立て落ちる、月の光浴びてアンテナが錆びる、屋根の上のアンテナから飛び出る電波が、結構いい人だったから恋してあげてもよかった、結構いい人だったから好きになってもよかったけどね。ありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう。